前代未聞の調印式での乱闘騒ぎ、因縁の対決はここに来て俄然ヒートアップしてきました、今年最大の注目のカード WBC 世界フライ級タイトルマッチ、チャンピオンユーリ・アルバチャコフ対挑戦者戸口貴との12回戦、ボクシングファンにとりましては本当に待ちに待った一戦、両国国技館からお送りしてまいります。早速放送席ご紹介してまいりましょう。私のお隣は元 WBA 世界ジュニアフライ級チャンピオン、おなじみの渡嘉敷克夫さんです。渡嘉敷さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そしてもうお一方、今日はダブル解説でお送りいたします。元 WBA 世界ジュニアバンタム級チャンピオン、戸口選手とは親友でありライバルでもある鬼塚克也選手に、克也さんにお越しいただきました。鬼塚さん、どうぞよろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。渡嘉敷さん、はい、いやしかし本当に楽しみですね。これはもうみんなが心待ちしてた試合ですよね。もうなんか今から本当にもう早くゴングが鳴ってほしいというワクワクする気持ちになりますね。そうですね、また僕両選手身近に感じる選手なんで、ものすごいドキドキしてます。はい、鬼塚さんは両選手ともよくご存知だと思うんですけども、はい、今日の試合の見どころはどこでしょう。そうですね、どんな時でもズレのないバランスを保ち続けるユーリ選手とね、はい、どんなにバランスが崩れようが打っていく戸口選手の全く対照的なねボクシングになると思うんで、すごい激しい試合になると思います。期待したいですね。はい、はいはい、よろしくお願いいたします。それでは両陣営の控え室の様子リポーターから伝えてもらいたいと思います。まず青コーナーの挑戦者サイド、四谷秀治アナウンサーです。四谷さん。はい、自らをザ・ビースト、獣と呼んで野生の本能と闘争心をたぎらせます戸口選手の控え室前です。山形隆二トレーナーにお話を伺います。山形さん、予備検診そして調印式と、ずっともう試合前からすでに戸口選手のペースのような気がするんですが。そうですね、もうそれはもう予定通り、もう完全に戸口のペースで来てますから、もう思い切ってできますね。今日の試合前の戸口選手ご覧になっていかがですか。そうですね、本当に集中力を持ってしっかり調整してね、こっちも来たからね、もう完璧な状態です。かつてない練習量とそして完璧なウエイトコントロール、精密機械に挑む獣が今牙を静かに研いでいます。チャンピオンコーナーです。たった今ユーリ選手グローブをつけまして、最後の調整に余念がないといったところであります。今日ユーリ選手はちょうど1時間ほど前になりますけれども、こちらの両国国技館の方に入ってまいりました。緊張感はさほどなく、むしろリラックスした感じを見受けられましたけれども、競泳ジムのマック金平さんに話を伺います。チャンピオンの仕上がり具合はいかがでしょうか。非常に軽くね、ロシアと北海道で練習やってきましたんで、ものすごくいいコンディションで上がってます。戸口選手もすごくいいコンディションで来てるようなので、今日は本当目の離せないね、一戦になると思います。ここまで22試合戦って無敗なんですけれども、今日もその記録さらに伸ばせそうですか。皆さんが目を離さずにやれば、ユリの KO の瞬間が見えるんじゃないかと思います。以上チャンピオンの控え室でした。対照的な両陣営の表情といったことが言えると思います。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、因縁の対決、ゴングの時間が近づいています。この番組は髪をトータルに考え、フリーダイヤルでベストアドバイスをするアデランス、日本ヒューレットパッカードソフト99と、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
ったら死にますはい、それぐらい本当悔しいんだよ。もうあのことからなんか逃げたって言われてるんだよ、そんなんじゃないよっていうの見せたいです。もしあの時戸口がいなくならなければ、きっと有利を KO したに違いない。それくらい当時の彼は強かった。1995年1月失踪事件から舞い戻って5戦目、やはり彼は喧嘩屋だった。気に入られんだったらよ、トランケやるよ。気に入られんだったらベルトやるよ、岡田にベルトやるよ。何にも言わないでぶっ飛ばしますよ。ユーリ・アルバチャコフ、常にクールな精密機械に狂いはないのか。Какие надежды? У меня такой же обычный бой, как и предыдущий. Какие большие надежды? 1992年6月、戦慄の KO 劇で世界一になった彼は、その座を4年以上も守り続けている。日本人の妻、佳代子さんと結婚したばかりの有利にとって、この一戦は負けられない試合である。Ну, сейчас тоже самое, конечно.決着の瞬間が刻一刻と近づいてくる。果たして2人が対峙するこのリングにはどんなドラマが用意されているのだろうか。私絶対勝ちます。やっぱ世界一のベルトじゃないですか。巻きたいですよね。両選手リングに入場です。はじめにアウトコーナーより挑戦者戸口貴人選手の入場です。青コーナーから挑戦者戸口貴人選手の入場です。5年間ずっとこの日が来るのを待ちわびていた戸口、ついにゴングの瞬間が迫ってまいりました。お気に入りの黒いガン、まさに黒ひょうのような鋭い眼光で前を見つめますチャレンジャー。その先には当然有利がいます。5年前日本フライ級タイトルマッチの直前の叱責で有利が怖くて逃げたと言われ続けた屈辱の日々。プライド高い戸口にとって今日の試合は絶対に負けられない一戦となりました。ずっと有利との試合のことを考えてきた。あいつに勝ってやっとスタートが切れるんです。負けたら死にます。並々ならぬ決意で臨む戸口貴人、今までの5年分のスパーリングを今回3週間でこなしたと山形トレーナーも自信たっぷりに話していました。練習嫌いの天才ファイターがついにその本性を表します。20戦18勝 15KO2 敗、東日本の新人王決勝戦では現在の WBC ジュニアバンタム級チャンピオン川島博を6ラウンド KO で破ったハードパンチャー。ゆっくりとゆっくりとこの両国国技館を進んでまいります。161センチ、リーチが166、脅威が89。自分の持ってるものを全部出せばおのずと道は開ける、プロに入って最高の試合をやりますと力強く話していました戸口貴人。今日は愛妻里美さん、そして一粒種のリーちゃん、いつものように見守られまして、青コーナーゆっくりとリングに向かってまいります。野獣の本性が姿を現しました。ザ・ビースト戸口貴人、いよいよ5年前の因縁をこの大舞台で晴らす瞬間がやってまいりました。戸口貴人、今ゆっくりと青コーナーからリングに上がります。調印式での前代未聞のつかみ合い、あわやファイトに発展しそうだったあの時も、
その小競り合いが終わった後ニヤッと笑いました。そういったふてぶてしさも備えつけています。チャレンジャー同級8位戸口貴人リングに上がりました。続きまして赤コーナー本チャンピオン優位有馬拓選手の入場です。続いてチャンピオンユーリ・アルバチャコフの入場です。今回が9回目の防衛戦、日本人とは初めての防衛戦となるユーリにとって、ここ両国はプロデビュー、そしてロシア人として初の世界チャンピオンとなった思い出のリングです。因縁の対決と言われているが、何が因縁なのかわからない。私にとっては単なる防衛戦の一つ。今度は死骸が流れることはないので、逃さず KO で倒します。いつも以上に饒舌なチャンピオン、話の合間合間から戸口を挑発する言葉が飛び出してきます。戸口にパンチがあるとは思わない、全部ブロックしてみせる、やつは闘牛、こちらは闘牛士、全てかわして最後に仕留める、素敵な笑いはいつも通りでした。4月にかねてから噂の佳代子さんと結婚し、落ち着きが出てきた、精神的にも安定していると、自民コーチも太鼓判を押す有利の現在の状態、まさに絶好調と言っていいでしょう。ここ3戦いずれも判定勝ちということで、有利衰えたという風評を打ち消すにはまさに絶好の場となりました。因縁の対決の、そして思い出深いリングに赤コーナーから向かいます有利アルバチャコフ。9回目の防衛、目の先にはすでに次の試合があるとまで言われています。この有利、今赤コーナーからリングに上がりました。いやー、渡嘉敷さん、すごい盛り上がりですね、はい、すごいですね。いやー、すごいですね。さあ、いつもは、まあ、有利だけの応援でしょうけど、今日は半分半分ですね。そうですね、はい、さあ、まず有利選手からちょっと伺いたいんですけども、このところですね、はい、まあ、3連続、まあ、判定ということで、はい、少し以前のその強さが薄れてきたんではないか、少し、まあ、力が落ちてきてんではないかということを言われていますが、そのあたりどうですか、渡嘉敷さん。前回まではすごく僕も疲れが溜まっているんじゃないかなっていう感じがしたんですよ、はい、でも今回の公開スパーリングを見て、はい、かなりいい出来に仕上がってますね。あ、そうですか。上半身を、ね、今まであまり使わなかったんですよ、はい、ブロックばっかりで、はい、それを、ね、上半身をかなり動かしてますね。これはかなり出来がいいと思います。なるほどね、はい、鬼塚さん、はい、鬼塚さんは有利の出来というのはどういうふうにご覧になってますか。そうですね、有利選手はタイミングでボクシングするタイプなんで、有利選手落ちたとは僕は思わないですね。あ、そうですか。逆に相手がすごい研究してきて、距離を取るようになったので、だから KO が必要になったのが僕は。右の威力は全然落ちてませんか。全然落ちてないと思います。あ、そうですか、はい、はい、こちらチャンピオンのユーリー・アルバチャコフ、そして一方チャレンジャーの戸口貴人です。さあ、渡嘉敷さん、はい、一方の戸口なんですが、戸口の一番いいところというのはどういうところでしょう。素晴らしい度胸がありますよね、それと鬼塚君も絶賛するほどの、センス、テクニック、はい、抜群なものを持ってます、はいはい。まあ、今回はかなり練習もしたということで、練習嫌いだったんですが、もう有利と戦うために戻ってきたと、その間ものすごい練習し、ものすごい研究したんですよ、はい、これが今日爆発すると面白い試合になりますね。なるほどね、はい、鬼塚さん、はい、鬼塚さんはこの、まあ、入場の前までですね、はい、戸口選手の控室にいらっしゃったようですけども、はい、戸口選手の表情はどうだったですか。あ、もうすごい、集中して、抜群の、状態で来てると思います。はい、鬼塚さんはどうですか、今日の試合のポイントになるのはどこら辺だと思います。戸口さん、戸口選手が勝つとすると。そうですね、いかに有利の間合いを崩すということじゃないですかね。有利の間合いを崩す、はい、もう有利選手っていうのは本当に間合いで戦って、いかに自分の一番の右のパンチを当てるか、はい、そのタイミングを測ってますから、それを崩していければ面白い試合になるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、いずれにしましても KO 必至、素晴らしい試合が期待されます。両国国技館から実況中継でお送りしています。いいことなかったですよね、有利に勝ってよかったなじゃないですか、はい、両国国
歌の吹奏です。両国国旗に向かいましてご起立をお願い申し上げます。まずはじめにロシア国歌の吹奏です。日本国君が代の吹奏です。両国国歌の吹奏でした。いよいよ決戦の時です。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、この後第1ラウンドゴングです。Но она на нем не закончится, я думаю, что он сейчас на этом, если он ставит, то и закончится, наверное, на этой встрече его карьера. ただいまより WBC 世界最終タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WBC 世界最強チャンピオン112パウンド競泳ジム所属ユーリー・アルバチャコフ。チャンピオンのユーリー・アルバチャコフが紹介されました。22戦22勝 15KO 無敗、今回が9回目の防衛戦です。青コーナー挑戦者 WBC 世界フライ級8位112パウンド10番 TY ジム所属戸口貴人、初の世界タイトル挑戦、同級8位戸口貴人紹介されました。ジャッジ日本、今日のジャッジは森田健さん、桑田和正さん、そしてアメリカのハーバート・ウィンさん、この3人でジャッジが行われます。レフリーは浦谷信明さん。浦谷さんは今日が初めての世界タイトルマッチのレフリーを務めます。そしてルールをご覧いただきましょう。採点は10点法で行われます。フリーノックダウン制、グローブはメキシコ製の8オンス、スタンディングダウンは取りません。偶然のバッティングの場合は4ラウンドまでは引き分け、5ラウンド以降はスコアによります。しかし渡嘉敷さん、はい、両選手とも非常にいい目してますね。そうですね、かなり気合が入ってますね。はい、
ここは鬼塚さん、両者視線を合わせませんでしたね、今。はい。さあ、いよいよ今年最大の注目のカード、 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、因縁の対決。果たして有利が9回目の防衛戦なるか、戸口が日本人37年目のチャンピオンになるか。第1ラウンドゴングが鳴りました。早くもフェイントを入れて少し動きを見せました戸口。黒のトランクスが戸口、そして白のトランクスが有利です。チャンピオンの有利。さあ、渡嘉敷さん、戸口の動きですね。どういう展開になると予想されます？戸口君が出てくれば有利も出るし、はい、戸口君は今あの有利に合わせたボクシングをしたら危ないです。はいはい、戸口君はもう撹乱して中に入って打つ、はい、そういうボクシングがしてほしいですね。今ここあたりは少しこう様子を見るというんですか、足を使って回ってますよね、有利の周りを。そうですね、まだこの回は冷静に冷静にお互いに進めた方がいいんじゃないですか。はい、鬼塚さん、はい、戸口は1ラウンドからひょっとしたら行くかなということは下馬評で言われてましたけど、ここまでは様子見てますね。はい、僕から見たらもう最高の動きだと思います。ああ、なるほど。もう有利選手は1ラウンドから来るか、つもりでいたと思うんでね、はい、あれだけ足使われてちょっと戸惑うんじゃないですかね。はいはい、右を打ち下ろしてまいりました。それから渡嘉敷さん、はい、こうやって今のようにスイッチしますよね。はい、あれはやっぱり撹乱してるんですよね。これはまたオーソドックスに戻っています。はい、とにかくカッカし来た方が負けですから、はい、右の冷静に冷静に来た方が勝ち。はい、足を使っています戸口。戸口が体を非常によく細かく動かしています。左を伸ばしましたチャンピオン。チャンピオンが背中が見えています、顔が見えていますのが戸口貴人。戸口は、ね、何かやっぱり研究してると思うんですよ。はい、悔しい思いを何年もしてますからね。はい、その間ずっと研究してきてますから、はい、何かあると思います。はい、第1ラウンドも半分が過ぎていきました。右を軽く伸ばしました。チャンピオンのジャンプいいですよ、ま、早いですよ。山形隆二トレーナーはチャンピオンは左側、右のストレート、右のストレート、大きく右を伸ばしました。戸口です、チャレンジャー。チャンピオンの右のストレートです。山形隆二トレーナーは有利の一番怖いのはこの左のジャブだという話をしていました。渡嘉敷さん、はい、有利の左というのは相手のこの間合いを取るというか布石を打つようなジャブですよね。そうですね、それに加えてね、当たった瞬間にね、右がすぐ飛んでくるような、ね、はいはい、スタイルなんですよ。はい、ワンツーがいつでも打てるスタイル。はい、右のストレートを伸ばしました。有利です。いいですよ、チャンピオン完璧ですね。はい、チャンピオンが手を伸ばします、左を伸ばします、追っていきました。また左のジャブ、ダッキングで置きます、右のフック、右のフックです。大きいフックで入りました。戸口君は有利とあのやったスパーリングもやったことないですから、はい、今感じを掴んでるんだと思いますね。なるほどね。またロープに追い詰めます、チャンピオン。チャンピオンロープに追い詰める。チャンピオンのワンツー、右は軽く伸ばしました。足を使います、チャレンジャー。残り25秒、第1ラウンド、まだ様子を見ているといった感じの右から左を押しました戸口です。左のフック、素晴らしい左フックですね。飛び込んでいったら左のフック、大きな右を返しましたがこれは届きません。右のストレート、チャンピオンの右のストレート、左を押す、左を押す。戸口君はもっと中に入るなら入って打たなきゃいけませんね。青コーナーに下がりました。接近戦、あの距離が有利のチャンピオンの距離です。ここで第1ラウンドゴングが鳴りました。渡嘉敷さんの採点、第1ラウンドは10対9、チャンピオンが取っています。ここで両者の体格比較ご覧いただきましょう。身長は戸口選手が161、有利が 162.3、 驚異が89と87、リーチが166、戸口167、有利ということで体格的にはほとんど変わりません両者です。第2ラウンドのゴングが鳴りました。鬼塚さん、はい、立ち上がりは鬼塚さん、戸口の動き非常にいいというふうにおっしゃってましたけども、はい、ちょっとあの意外にこう前に出てこなかったなって印象はあるんですが、そのあたりは問題ないですか？はい、そうですね、有利選手がもう戸口選手が出てくるっていう意識を逆に変えていこうと思ったんじゃないですかね。なるほどね、はい、裏をあっと右の右です、いいですね、戸口の右です、はい、スピードありますね、すごい。だけど頭低く回ってるんでね、はい、いいと思いますよ、はいはい、まともに絶対パンチをもらわないようにしてますよね、はい、足を使って、この辺り足を使っています戸口です。渡嘉敷さん、はい、有利の動きというのもかなりいいと第1ラウンドおっしゃってましたね。そうですね、かなり冷静で、かなりスピードのあるパンチ出してますね。はい、だ戸口君はこれを崩しに行かなきゃいけませんからね。はい、低い体勢で潜り込もうというところです。戸口スウェイしました。両者戦、右チャンピオンの右、しかしこれはアームブロックしている、大きく伸ばしました戸口。これはね、戸口君もね、打ち分けて出ていった方がいいですよ。はい、左のボディ、左のボディです。左のジャブをつきます。さあ右のクロスを打ち込みました、戸口です。この辺りでそろそろ出てくるか戸口。黒いトランクス、
いやまだ始まったばっかりですからね。左のボディ、ナイスボディです。ナイスボディです。両者ボディの打ち合い。さあ戸口君は中に入って打ち合いに持っていってもいいんじゃないですか。はい、ここでステップでかわします戸口です。戸口が低い体勢、また左のボディを狙いました。チャンピオン、また追い詰めていく。左のジャブ、細かい左のジャブ。今日の有利の出来は完璧ですね。ああそうですか、はい、やはり口では因縁の対決など関係ないとは言っていましたが、やはりかなり意識してたということでしょうね。そうですね、意識というかチャンピオンの余裕でしょうね。ああなるほど、貫禄というか。はい、鬼塚さん、はい、あの時たま戸口がボディいいの打ちますね。はい、いいですね、はい、すごい、あの中からパンチが出てるのボディをもっと打っていけばいいと思います。はい、はい、放送席久保田さん、はいどうぞ。チャレンジャーコーナーですかね、はい、ラウンドの前に、ね、ボディですね、低く低く行けという指示が出てますね。あそうですか、はい、一方チャンピオンサイドもですね、ええ、距離を取ってボディを狙って打っていけというジミンコーチの指示が飛んでます。あなるほど、ナイスボディ、ナイスボディ、ナイス。また低い、お互いの距離ですね、左ノックです。だ戸口君も離れる時間がちょっと長いんでね、ええ、中に入って攻撃するのもパターンも入れた方がいいですね、はい、中に入って出たり入ったりというところですかね。そうですね、はい、足を使って右回り、時計とは反対回りです。右のストレートを伸ばしましたチャンピオン、チャンピオン左出す、右のストレート、右の打ち合いになります。もう少し戸口手数を出してもいいかな。左のボディ、右のパー、チャンピオン右のパー、左ロック、追い込んでいくチャンピオン。足を使った戸口交代します。おーっと左、お互い空振り、左ロック飛び込んだ、右のボディ、左ロックか、チャンピオン、チャンピオン右。さあ戸口君も出せないと、時間がない、右のロックだ、左のボディだ、右のパー、ここでゴング、ここでゴング、第2ラウンド終了のゴングが鳴りました。このラウンドは高敷さん10対10とイーブンをつけました。第2ラウンド、あーいい右です、大きな右のストレートを伸ばします。しかしこのあたり鬼塚さん、戸口選手もまだ余裕は十分ありますね。そうですね、低く低く、頭低くしてるんで、まとめてはパンチもらってないと思います。はい、はい、第3ラウンドのゴングが鳴りました。足を使います、追うチャンピオン、そして足を使うチャレンジャー。このあたりは戦前の予想とはちょっと違うかもしれません。そうですね、あのチャンピオンの方が出ていってますからね、かなりプレッシャーをかけてますよね、今年ね。もう出るか中入るかはっきりして行っちゃった方がいいですね。はい、また左のボディをもらいましたチャレンジャー。顔が見えています戸口貴人、26歳、チャンピオンは29歳。報道席久保さん、はいどうぞ。チャレンジャーサイドですかね、はい、先ほどうがいの中でね、わずかではありますが、はるかに早くもね、ええ、鮮血がちょっと混じってますね。そうですか、切ったようですよ。なるほど、はい、チャレンジャーサイドは四谷秀治アナウンサー、チャンピオンサイドは榎木田高弘アナウンサーです。左のボディ、左のボディが、左のボディ、そうですね、ナイスボディです、返しが欲しいですね、ナイスボディです。山形隆二トレーナーもこのボディは用意してたと話していました。右をかぶせましたチャンピオン。ちょっと戸口君のガードがちょっと気になりますね、右のガードが下がりますね、はい、ガードというのはジミンコーチも指摘していました。飛び込んで左、右が空振り、接近戦だ、ボディを狙う戸口、ショートの打ち合いか。もう打ち合いなら打ち合った方がいいでしょ、はい、中途半端はいけません。右のストレートを出しますが、ここでまた接近戦になります。チャンピオンがプレッシャーをかけます。左を伸ばしました。有利のスタイルが全然変わらないですね、右のストレートを返しました。また左、これは相打ちのような形、潜っていってパンチを伸ばしますが、これは当たりません。軽く流しました、左のボディです。左のボディ、ちょっと単発ですね、はい、少しガードが下がるという戸口、低い構えです。低い構え、打ち下ろした、右を打ち下ろしたチャンピオン、リングの中央。戸口君はかなり研究してるから、あの接近戦で何かパンチを考えてると思うんですよね。あなるほど、あっと右、右のショートです。左右の連打、特に左右の連打、右を返しますチャンピオン。左が当たりました、右のストレート、有利のショートの右フックも怖いですよ。あっと右、チャンピオンの右、また右です、チャンピオンの右から左、ピーナスのピーナス、はっきりしないといけませんね。さあ足を使って回ります。あっとバランス崩した、バランス崩した、ちょっとバランス崩しました。鬼塚さん、はい、これは今ちょっと珍しいですね。そうですね、はい、はい、お互いになんかこの野郎という感じが出てきてますよ、はい、たださすがに有利選手はバランス崩れないですね。あなるほどね、はい、残り30秒切りました。またボディを狙っていきますチャレンジャー戸口、ウィービングで避けます。戸口が避ける、また低い姿勢になりました。右チャンピオンの右、すごいすごいすごい、
小口が詰めていきます。今のいいパンチですね、はい、残り10秒。多分ね、あのパンチを研究したんだと思いますね。あ、今のパンチをね、この大振りはちょっと届かないでしょう。今パンチをブロックしました。ここで第3ラウンド、小口が手を挙げました。このラウンドは10対9、渡嘉敷さんの採点は小口が取っています。第3ラウンドのこの後の戸口のストレート、あー、 いいところ決まりました。鬼塚さん、はい、鬼塚さんはこの3ラウンドまで終わって、はい、両者どういうふうに見てますか？そうですね、まあ、ユーリ選手さすがにプレッシャーのかけた抜群です ね、 ね、ただ戸口選手も、はい、ちっちゃく小さく低く低く構えてパンチ、いいパンチ当ててると思います、はい、戸口選手の場合はその有利陣営も言ってましたけども、少し大振りだということが言われてたんですが、はいはい、そのあたりはだいぶこう気をつけているような感じはしますよね。そうですね、今日の見てる限りではもうすごい中から中からパンチ打ってますね。今右だ、ナイス右ですね。右をかぶせました、はい、チャレンジャーの戸口、いいですね。戸口君が、はい、自分の攻撃を持っていくにはカウンターを取ってから、はい、攻めていくというパターンがいいですね、はい、左をもらいました戸口です。このあたり今度は逆に少し足を使いますチャンピオンです。すでに第4ラウンドは30秒を経過しています。ワンツー、ワンツー入ってくるときこう測るようなワンツーでした。久保さん、はい、チャンピオンサイドジミンコーチなんですけれども、ね、はいはい、とにかく距離を取って、それから小口が頭を振ってくるように惑わされずにボディを狙っていけという指示を出しています。ボディですね、はい、右のストレート、チャンピオンの右のストレート、殿下の宝刀ハイポイントクロス、チャンピオンの右のストレート。お互いに今のところ自分のペースで戦っているような気がしますね。そうですか、はい、まだペースの取り合いということでは渡嘉敷さん五分と五分というところです、ね、ボディ、いいボディですね、いいですね、はい、左のボディ、あっと落とす、道を落としてきました。いい試合してますね。戸口の右ですが、ここでまた戸口交代。戸口選手はああいう有利選手の引き際を狙っていけば当たると思いますね。引き際、はい、なるほど、はい、あと右のボディです。チャンピオンの右のボディ、体を揺する、お互いに倒せる距離なんですよね。あ、なるほど、はい、リーチにはほとんど差がありません。両者あっと右、得意の右だ、素晴らしいカウンターですね。得意のカウンター、左のボディ、左のボディ、左のボディ、さあここでクリンチに逃れます。しかし鬼塚さん、はい、戸口今みたいなところも冷静ですよね。そうですね、いつもだったら結構強烈だったりするんですけど、はい、今日はいつも体を動かしてサイドサイド回ってますね。さあ、しかし、はい、しかしチャンピオン、チャンピオンの左、戸口君もね、チャンピオンのパンチをかなり感じてると思いますよ、かなり強いパンチ打ってますからね、チャンピオン、はい、右のストレート、右のストレート、ワンツー、接近戦、左のフックラ、チャンピオン、チャンピオン右、いい試合ですよ。右をかぶせてくる、また低い体勢、リングの中央まで戻りました。左を伸ばしたチャンピオンです。見る時間がちょっと長いですね。あ、そうですか、はい、見る前にその前に手を出すというところでしょうか、はい、戸口君の持ち味ですからね、はい、レンダーでバンバンバンと攻めていくところ、はい、あーっと右、左をかぶしてくる、また接近戦の右だ、チャンピオンの右、接近戦での打ち合いではややチャンピオンに利があるか。ここで第4ラウンド終了。このラウンドは渡嘉敷さん10対10、イーブンをつけています。いや、しかし渡嘉敷さん、はい、時間が経つの早いですね。そうですね、素晴らしい試合ですね、はい、お互いにもう出せるもん出し切ってるという感じがしますね。これは得意の、はい、鬼塚さん、はい、得意のその外しておいての右のカウンターですよね、はい、一番得意なパターンですよね。そうですね、はい、第5ラウンド、これから中盤に入ります。試合は中盤に入ります。大きな右を振りました。この右だとなかなか当たらないでしょう。そうですね、もう少しジャブのフェイントを入れてから打っていった方がいいですね、はい、そういう部分でその戸口のリードブローというのは渡嘉敷さんどうですか、はい、ここまでご覧になってちょっと少ないような気がしますが、それは多分有利の攻撃から、はい、カウンターを狙っていると思うんですよね。あ、なるほどね、色が当たったらダッダッダッと攻めようと思ってると思うんですよ、はい、左を細かく出しますチャンピオン、ワンツー右のストレート、これは空振りしました。また接近戦です。接近戦に持ち込もうというところ低い体勢になりました。久保さん、あと右です、チャンピオンサイドですけれども、ね、はい、顔面に右と左と入れた後ですね、必ずボディを狙っていけというジミンコーチの指示が飛んでます。なるほど、左の
ックです。左のフック。チャレンジャー。チャレンジャー空手右。大きく右。これはパーリングされています。だよりはね、はい、右のショートのストレートを狙ってますよ。あ、右のショートのストレート、はい。はい。得意のパンチですね、これもね。かぶせようというところですが。攻撃なしで中入らない方がいいですね。はい。右のボディを持ってきました。また右から左をフォローします。チャレンジャー。大きな左。低い体勢になりました。中央での打ち合い、暑さはともに2人とも好きではないと話していました。ただね、スタミナ的にはやはり、あのユーリー選手の方がね、フルラウンド何回も戦ってますからね。あ、なるほどね、はい、ボディアス、ボディ、チャンピオンのボディ、大きな左、アプリです。鬼塚さん、はい、今みたいな戸口の大きな左ってのはちょっと怖いですよね。そうですね、もっと潜ってから打ってほしいですけど、今日は結構いいパンチももらってますけど、冷静に、よく見てますよ、はいはい、低く低く構えてよく見てます、はいはい、冷静だと思います。リングの上では、しかしリングの外ではかなり熱くなりますが、リングの中では非常に冷静な戸口。いいですね、いいですね、ボディ、ボディ、右側から無理です。第5ラウンドも2分を経過、左です。左はショルダーブロックしました。チャレンジャー、大きな右、左ボディ、あなたの返しがないんですよね、はい、あなたの返しが欲しい。また少し交代します。チャンピオン低く潜っていこうというチャレンジャー。小口が細かく体を動かします。いいですよ、あの動きはいいんですよね、はい、また潜った。あ、大きな左ですが、これはダメ。また潜ります。距離を詰めていこうという戸口。チャンピオンからもっと手を出さないといけませんね、はい、大きな右、左のボディ、ボディの打ち合い、いいボディ打ちましたよ、ボディの打ち合い。さあ戸口君、この辺でジャブを出していった方がいいですね、やはり飛び込んでいく時の。さあここで第5ラウンドが終了しました。このラウンドも高敷さん10対10イーブンです。あ、佳代子夫人ですね、有利の奥さん、今年の 4月に結婚しました。佳代子夫人も、もう必ずタイトルマッチの時には観戦に来ています。アルバチャコフと戸口貴人、この2人は1991年3月21日チャンピオンカーニバルの日本フライ級タイトルマッチで対戦するはずだったんですが、戸口の突然の叱責でこのタイトルマッチが流れました。5年前の因縁の対決、第6ラウンドに入っています。やはり鬼塚さん、はい、あの戸口としては相手の懐に飛び込んでいく時の、そのステップする時のスピードというのがですね、一つ鍵になるでしょうね。もうスズズッと入るあのスピードはもう抜群ですね、体のスピードはもう抜群に持ってます、はいはい、またこの辺りでちょっとスイッチします。変則的な構えを見せます。お互いに足はいいですよ、まだ軽やかですね、はい、30秒を経過しました。第6ラウンド、やはりあのユーリー選手 の、 バラあのプレッシャーのかけ方は最高ですね、どういうところが一番うまいですか。あっと、またこれロープですね、もう本当に無駄に動かないで、もうじわ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 相手を本当に追い詰める、本当にやってたらすごいプレッシャーを感じてると思います。なるほどね、はい、放送席久保田さん、はい、どうぞ。戸口選手の里見夫人に話を聞いたんですがね、ちょっとまだ硬いかなと。硬い、だんだん5ラウンドあたりから良くなってきたような気がすると。なるほどね、大丈夫ですと話してくれてます。はい、あ、いいですね、はい、はい、これうまく逃れました。チャレンジャー戸口、戸口坂戸、また低いところ接近戦。お互いに今冷静にボクシングを進めてますよ、放送席久保さん、はい、どうぞ。チャンピオンサイドジミンコーチですけれどもね、左を入れたらすぐに右のフォローを入れていけと、打ちっぱなしはやめろという指示を出しています。はい、左のフックです。左のフック、回ろうというところ、左のフック、チャンピオン、その開始当初のですね、渡嘉敷さん、はいはい、そのまあ閣下としたといいますかね、はい、熱くなっているのがだん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 こう徐々に本来の力になってきたというところなんですね。そうですね、お互いあの練習してきたことを出そうとしてますよ、はい、左を見舞いました。チャンピオンです。あと右はフェイントだけ、チャレンジャー戸口、顔が見えています。戸口貴人、戸口君 もうこの辺からどんどん出ていった方がいいですね、はい、そうですね、左のフックです。左のフック、大きく右をかぶせた、左をフォローします。また接近戦になるか、接近戦になるか、お互いに何かこの辺りは少し膠着状態という感じがします。第6ラウンド残り45秒を切りました。今のところお互いの研究のパンチはまだ見えませんね。ああ、そうですか、はい、
けどよく戸口選手はヘッドスリップで相手のパンチ返せると思いますよ。そうですね、はい、こちら戸口左のボディアームブロックしています。左を伸ばしました。左のフック、これもブロックしている戸口。右のストレート少し後退します。チャンピオン、チャンピオン左軽く当てました。顔面にヒット。ユーリー選手は軽い左で本当に右を当てるタイミングを測ってますよね、はい、だからトミー選手が止まったらもうあの右をパオンと組みますよね。ユーリー選手ボディから顔面へ持っていきました。本来攻撃型のボクサーですからね、トミーは。はい、ここで第6ラウンド終了しました。このラウンドも渡嘉敷さん10対10イーブンです。こちらが戸口選手の奥さんの里美さんと、そしてお母さんです。この戸口選手の奥さんの里美さんも毎回リングに足を運びまして応援をしています。そうですね、お互いの選手やっぱり奥さんたちは影の力大変ですよね。そうですね、特に戸口選手は結婚して本当に、ま、変わったというふうに言われています。さあ第7ラウンド入りました。ちょうど半分経過。鬼塚さん、はい、ここまでで鬼塚さんどうですか、この、ま、中盤まで来ましたけども。そうですね、相変わらずやっぱりユーリー選手のプレッシャーはすごいし、全然ブレのない、いい、はい、いいボクシングをしていると思います。ただ、トム選手も本当にここまで最高にもうずらすずらす来てると思うんでね、本当に お互いすごい激しい試合でいい試合を見せてもらったなと思います、はいはい、トム君ね、今のパンチいい感じなんですよ、ああいう時にユーリーが下がった時にパンパンパンと攻撃を変えてね、見てもいいんじゃないですかね。なるほどね、はい、この後はやはりいいですね、いいですね。ヤロピー、ヤロピー、ヤロピー、スクリーンはね、強いんですよ。打ち合いの強い選手ですからね、はい、もうどんどん打ち合ってもいいと思いますよ、はい、さあ右を狙うか、チャンピオン右を狙うか。左のボディを見舞いました。左のジャブ、左のフック、このね、はい、左のちょうどチンのところ決まりましたね、はい、そうですね、けどユーリー選手もやっぱりさすがにもうバランス最高ですね、だけどユーリー選手倒れてからもすごいいい、もう倒れてからも冷静に頭を振ってね、いいボクシングしてました、はい、そうですね、挑戦者としても抜群の勇気を持ってますね、この試合にそのかける戸口選手の意気込みというのが本当伝わってきましたよね。そうですね、本当にボクシングは喧嘩じゃないっていうふうに、はい、ただただ喧嘩するボクシングじゃないですね今日のは。はい、渡嘉敷
さん、はい、戸口のそのダメージというのはどうですか、ここからご覧になって。あのね、そんなにないんですよ、はい、ただね、ここからね、足を使ってあのかき回すよりももう中に入ってね、あの打ち合いした方がいいですよ。打ち合いした方が、はい、なるほど。本来のその戸口らしさというんですかね、ユーリはね、仕留めに来てますから、一発狙いで来てますからね、はい、ここはもう中に入って打ち合った方がいいです。はい、40秒を経過しました。第8ラウンド、戸口君のパンチも当たってますからね。左のフックです。左のフックをボディへ持っていきました、チャレンジャーの戸口。放送席、久保さん、はい、どうぞ。チャンピオンサイド、ジミンコーチですけれどもね、よし、あれでいいと、とにかく止まらないでイニシアチブを取っていけという劇を飛ばしています。なるほど、イニシアチブを取っていく。ここまではそのジミンコーチの話通りの実に素晴らしいボクシングを見せています、チャンピオンのユーリ・アルバチャコフ。ちょっとガードを下げながらね、攻め込むとこちょっと怖いんですけど、はい、ユーリのカウンター狙いも怖いですからね、まあ、ここは戸口君のね、はい、得点というか、もう攻撃が最大の防御で、打つなら打つ、どんどん前に出ていった方がいいんじゃないですか。はい、しかし依然として低い体勢でウィービング、ダッキングを見せています。非常に動きの良さを感じさせる戸口。あ、これはローブローの注意を浦谷レフリーから受けました。久保田さん、はい、どうぞ。トミサイルですけどね、このラウンドの前にやはり、ね、足を使えという指示がセコンドから出ましたね。足を使え、はい、なるほど。まあ、鬼塚さん、はい、この試合まだまだその山は後半ありそうですからね。そうですね、やっぱり戸口選手の一発で倒すパンチあるんで、まだまだこれからじゃないですかね、はいはい、ただやっぱりユーリー選手振り回したんじゃユーリー選手に当たらないんでね、はい、どんどんもっとプレッシャーかけて、これからプレッシャーかけていった方がいいと思います、はい、どのあたりでプレッシャーがかけられるか。さあ、戸口君いいパンチ持ってますからね、はい、大きな右コンビネーションで、ね、打てば当たるんですよ、結構有利ももらってますよ、はい、徳地君のパンチ、はい、低い体勢から左のボディで入りましたチャレンジャー徳地、またフェイント、左のフック飛び込んでいってる、左のフック大きな左、入ってくるときにチャンピオンの左のブローがリードブローが当たりました。残り30秒を切っています。第8ラウンド、有利選手のステップが、ね、いいですね、フットワークを使います。下がっているコーナーに追い詰めようというチャレンジャーの徳地、また接近戦、左のフックショートです。今のようなパンチがいいですね、はい、野口君は、はい、左のフック、これは相打ち、また低い体勢、また低い体勢、腰をかがめる、前に出る、前に出る、戸口前に出る、いいですよ、戸口前に出る、前に出てもいいですよ。足を使いましたチャンピオン。ここで第9ラウンドが終了しまして、第9ラウンドは10対10のイーブンです。こちらが戸口貴人選手につくセコンド陣です。山形隆二マネージャー、そして五代昇さんがついています。星水さんはカットマンとして入っています。鬼塚さん、はい、五代さん日本タイトル3階級制覇の五代さんがセコンドついてるんですね、はいはい、さあ第9ラウンドに入りました。先ほどは第8ラウンド、渡嘉敷さんの採点は10対10イーブン。第9ラウンドに入っています。さあ、もうここからはもう戸口君どんどん攻めていきたいですね。そうですね、はい、ポイントの上ではこの辺り有利が、素晴らしい攻撃力持ってますからね、いかしてもらいたい。左のフックのショートです。左のフックのショート、あっと左、いいの当たりましたよ。左、さあ、切れも当たります。チャンピオンのただ有利の右のショートが怖いんですけどね、
最後は猛打猛打連打連打、9回目の防衛に成功。素晴らしいですね。今日の有利の出来はもう本当に100点満点ですね。いやしかし戸口選手も本当によく頑張りましたが、最後はやはりその有利アルバチャコフの精密機械の前に敗れ去ってしまいました。日本ボクシングコミッションより認定証の授与です。いや鬼塚さん、はい、まあいい試合でしたけども、本当に戸口選手頑張りましたけどね。もう最後まで今までの試合としては本当にすごいファイトを見せてくれましたね。そうですけどね、8月26日、まあそれにしましても両者とのともその出来も素晴らしかったんですが、今日のチャンピオンの出来というのはここそうですね、3戦4戦で最高ですね。最高ですね。あの1ラウンドの動きからものすごいいいコンディションで来てるなと思いましたね。そうですね、やっぱこれだけの出来はやっぱり相手が戸口選手ということで、すごい集中してきてきたと思います。そういうことでしょうね。まあ鬼塚さん今おっしゃったように、本人は全然そんなこと気にしてないとチャンピオン言ってましたけども、はい、でもいやかなり意識してたようですよね。そうですね、戸口をね、はい、ただやっぱり有利選手のバランスをね崩す、あのボクシングのプレッシャーを崩すのは本当に難しいと思います。はい、渡嘉敷さん、はい、そのあたりどうですかね、どうやったら逆に言うと有利のその、あ、今両者が握手しました。両者が握手しました。いいですね、これがスポーツマンです。そうですよね、いろいろな、まあ、わだかまりといいますか、いろんなことはありましたけども、握手して別れました。戸口もよくやりました。そしてチャンピオンの素晴らしい TKO 勝ちでした。戸口君もね、有利と戦いたいという気持ちが、ね、出てました。はい、それプラス有利の強さをね、肌で感じたと思うんですよ。そういうことでしょうね。はい、今まで有利 のパンチ力とかね、技術を分かってなかったと思うんですが、ものすごい戦ってるうちに感じてきてたと思うんですよね。なるほどね。でもそれに対して勇敢に向かっていった戸口君は素晴らしかったです。そうですね。はい、この後それではチャンピオンのユーリアルバチャコフの選手のインタビューをお聞きいただきたいと思いますが、ノックアウトタイム9ラウンド1分29秒9ラウンド1分29秒9回目の防衛は TKO、 日本人のチャレンジャー戸口貴人選手を9ラウンド1分29秒で TKO に葬り去りました。これで23戦23勝16KO という無敗を依然として続けています、チャンピオンのユーリ・アルバチャコフ選手。本当に見事に TKO で9回目の防衛に成功しましたユーリ選手に話を伺います。おめでとうございます。ユーラパズラレアイはスパイビアでありがとうございます。いやそれにしても激しい打ち合いの末のテクニカルノックアウト、今の気持ちから聞かせてください。だ、ザミチャーティネパビアデ、テクニックスケパビアデ、のウィスカリケス、ワシウシアス、ニエリア。Ну что, мы к этому, я к этому бою готовился хорошо, основательно. Проходил бой здесь, в том месте, где мы только начинали бокс, поэтому хотелось выступить достойно, хорошо. 私もずっとこの試合のために準備してきましたので、最初の第1ラウンドから自分の ボクシングができたというふうに非常に嬉しく思っております。それにしても試合前挑戦者の戸口選手なんですけれども、かなりチャンピオンを挑発していました。それは気にならなかったですか？Вне ринга была довольно нервная борьба претендентом боксера Тогучи. Это на вас не действовало до матча? Нет, на меня та обстановка, в которой мы были, вообще не действовала. Потому что я знаю, что он для меня не представляет вообще никаких. 私自身には何ら影響しないと、そういう意味では何ら私の精神的な影響はありませんでした。まあそれにしましてもチャンピオン、これでまた無敗記録、負けなし記録がまた一つ伸びました。これからのボクシングの抱負を聞かせてください。Да, Юра, опять таки ваш победа прогрессируется. Я бы хотел услышать дальнейшие ваши пожелания. Ну что, я еще заканчивать не собираюсь. Буду выигрывать так же ярко, как сегодня. Хочу порадовать болельщиков своими яркими победами, нокаутами, нокдаунами. Пусть болеют.
まあ、今日のですね、試合のように今後ともですね、勝ち続けてファンの皆さんに喜んでいただけるノックアウトシーン、ノックアウトボックスをやっていきたいというふうに思っております。以上、見事9回目の防衛に成功しましたユーリ・アルバチョフ選手に話を伺いました。おめでとうございました。皆さんどうもありがとうございました。応援してください。どうもありがとう。いやしかし渡嘉敷さん、はい、本当に渡嘉敷さん先ほどおっしゃってましたけども、有利の強さをなんかこうまざまざと見せつけてくれたなという感じの試合だったですね。そうですね、今までの有利だったらば今日の渡久地君にもしかしたらやられたかもしれませんね。今までのね、この前までのね、はいはい、生き返ったような感じでまた強い有利になって戻ってきましたね。なるほどね、はい、最初に鬼塚さんがおっしゃってましたけど、まあ、私がちょっと力落ちたんでしょうかという話をしたら、まあ、鬼塚さんは全然そんなことはないんだと、はい、有利に関してね、はい、おっしゃってましたけど、それをリングで本当に証明しましたよね、有利はね。そうですね、はい、やっぱりすごいチャンピオンですね。すごいチャンピオンですね、はいはい、だいぶですね、渡嘉敷さん、はい、渡久地選手も研究してですね、はい、だいぶ体も絞ってそしてスタミナもつけてきたと思うんですけども、そうですね、その渡久地選手にやっぱり足りなかったものっていうのは何なんでしょう。足りなかったというか、まあ、もう少しスパートをですね、早くしてもよかったんじゃないかなっていう気はしますね。なるほど、はい、今ちょうどリングサイドの放送席に、ユーリ・アルバチョコフチャンピオンに来てもらいました。どうもおめでとうございました。今日は本当に素晴らしい最高の出来だったんじゃないですか。Да, замечательно с вами получилось. Да, бой для меня тоже удачно сложился. Я хорошо готовился. Хорошо был готов. よくしてきましたもんで。Хорошо партнёры чувствую на ринге. で、トレーナーもですね、よく私を指導してくれました。リングの上でのですね、インタビューではそのあまり渡久地選手ということを意識していないというような話があったんですが、リングで когда я спросил вас не действовала вообще вне рингового борьба претендента渡久地。いや、ニスコート全然私には影響ありません。そうですか。こちらから見てるとやはりここ3戦ですねの体調と比べるとかなり素晴らしい出来になってたんで、だいぶ渡久地選手を意識してたのかなというふうに話してたんですけども。はい、大変よく準備しました。あ、なるほど。渡久地選手は実際戦ってみてどうだったですか。Ну какое впечатление осталось после борьбы? Ну что, Тугучи, у него было какое-то желание немного побоксировать, но он ничего не мог сделать. まあ彼はね、ボクシングをしようとしよくとですね、トライはしたんですけど、結局ボクシングにならなかったと。Тем более он знал заранее, что у меня не выиграет.まあ、私も前からそれは私に勝てるとは思ってませんでした。なるほどね、はい、それでは一旦ここでコマーシャルをご覧いただきまして、その後有利選手を交えて、また試合を振り返りたいと思います。有利さん、少し、ちょっと拳を痛めたんですか。のプラバヤロカだ。第4ラウンドでこれちょっと折ったんです。ああそうですか。折ってますね。ああそうですか。骨折しました第4ラウンド。骨折ですか。第4ラウンド。ああそうですか。頭ですか。頭を叩いたんですか。それでね、左と私が指示してた。ああなるほど。でも渡嘉敷さん見てて、はい、あまりそういうの感じさせなかったですね。そうですね。あまり感じなかったですね。そうですね。まあ、分かるようにしてはまずいわけです。あ、なるほどね、はい、それでは、第7ラウンドの模様を振り返っていきたいと思うんですけども、まあ、変わったというふうに言われています。渡嘉敷さん、はい、この第7ラウンドが、まあ、決めのダウンドに、まあ、その後ですね、9ラウンド TKO ですけども、この第7ラウンドが大きな山になりましたね。そうですね、全然ブレのない、いいボクシングをしていると思います。渡嘉敷選手も本当にここまで最高にもうずらすずらす来てると思うんでね、本当にお互いすごい。この第7ラウンドというのはどういう指示が出てたんですか。はい、入る前に、試合にこのラウンドに入る前に、まあ、いい感じなんですよ。ああいう時に有利が下がった時にパンパンパンと攻撃を変えてね、引いてもいいじゃないですかね。なるほどね、はい、私はいつもですね、全力でやれということで、左を出せという指示してます。なるほど。まあ、右手はですね、骨折してましたんで、左手、左手と。あー、なるほど。じりっと入ってきました。いいですね、いいですね。ガロッピー、ガロッピー、ガロッピー。距離がね、強いんですよ。
1A の強い選手ですからね。これちょうどこの後ですけども、左のフックだったですよね。左のフックが非常に相手のチンにうまく当たりまして、これですね、この時はどうだったんですか、手応えはもう十分ですか。я в основном, да, сейчас центр ставил на левую руку, потому что справа у меня была... Я не мог дарить, а денег от спустя, и дарить акценты уйти так. パンチもらった時もね、やっぱり守りに入ってる時なんですよね、ちょっと離れ気味に、あるいは攻撃で中に入っていってる時はそんなにもらってないんですよ。有利選手ですか、トグチ選手ね。ここのところの迫力というのはすごかったですね。もうここは KO で決着をつけようというつもりだったんですか。なるほどね。しかしここは鬼塚さん、はい、もう試合中にも話しましたけど、東口選手はここは本当頑張りましたね。そうですね、すごいやっぱり走り込んで足腰鍛えたと思いますよ、よく鍛えたと思います、はい。右手がですね、骨折してなければもう決まったんですよ。ああ、なるほど。右手は示してましたけども、パンチはですね、左だけです。ああ、そうですか。なるほど。そしてここでその KO できなかったということで、この後ちょっとまた試合が長引くので不安感みたいなのってのありました。放送席こちらのスライム放送席ちょっと休んだという感じですね。ああ、そうですか、はい、はい、どうぞ伝えてください。残念ながら敗れました戸口選手の、10番 TY ジムの山形トレーナーです。山形さん、戸口選手体調は万全、調整も万全と思えたんですか。そうですね、もう万全の状態でリング上がってやったんですけど、まあ、結果悪かったですけど、でも今日はね、戸口はもう結果より経過に対しては本当によく練習して自分が苦しみちゃって、ね、で結果が悪かっただけですから、でも本当に僕はよくやったと思います、はい、本当に褒めてあげたいですね。問題となった第7ラウンド、はい、あそこを勝負をかけたように見えたんですが。そうですね、もうちょっとポイント取られてるなと思ってましたし、ちょっとね焦ってる部分もあったから、ね、あったんですけどね、もう、まあ、有利も強かったし、ちょっとね自分たちが若かったですね、セコンド陣が若いですね、僕たちがね、特に僕がね、特に本当よくやったです。なんていう声をかけてあげましたか。本当にご苦労さん、胸張ろうって声かけました、ね、ちょっとなんか敵もなんか言ってましたから、もう胸張ろうって一生懸命やってないと言いました。はい、どうもお疲れ様でした。放送席どうぞ。はい、今山形隆二トレーナーのインタビュー、まあ、四谷アナウンサーにしてもらいましたけども、鬼塚さん、はい、今の話聞いてどうですか。そうですね、もう戸口選手は自分の持っている力を全て出して頑張ったと思います。もうそれがもう今日の試合に出たと思うんでね、僕はもうこの試合にね、ボクシングの試合としてはね、勝者敗者つくかもしれないけど、これに本当に敗者はないと思います。有利選手もさすがにチャンピオンらしい戦いだし、特に選手もチャレンジャーらしくもう精一杯戦って、本当にこの試合はもう、ね、負けた選手はいないと思います。なるほどね、はい。ここでそれでは第9ラウンドのシーンをご覧いただきたいと思います。決着がつきました第9ラウンド。渡嘉敷さん、はい、この第9ラウンド入る前はですね、はい、戸口選手はもうダメージ7ラウンドのダメージというのはもう完全になくなってたようですよね。そうですね、まだ勢いがありましたからね。ただね、顔面からねボディにその切り替えたっていうチャンピオンの攻撃力が良かったですね。ここから顔面からボディへ切り替えてったわけですか。はい、なるほどね。戸口選手のパンチというのはどうだったんですか。ただ有利にスタールにスタール弱いですか。あ、なるほど。はい、あ、なるほど、ちょっとオープンブロー気味と。あ、でここのところでですね、だいぶ青コーナーに追い詰められてましたけども、ここのところは全くその慌てることはなかったですか。
Браво. Как соперник? То есть у вас что, уверенности было? У меня в угол загнал, но это... Я не пропустил ни одного удара. Кулаки отмерали ваши так, да? Что-то панча хайки на сад. Нарухода, не? Что-то панча хайки на сад. コーナーにはこうやって詰められてますけどね、パンチは入ってないです。なるほどね。もうここはもう勝ったと思いました。そうです。もう腕を下げてですね、ボックスする意欲がないという状況でした。で、コーナーには攻めてきたんですけどね、もう息切れしてるというのを私見ましたんでね、彼もやっとそれで立ってるという状況だったわけです。なるほどね、はい、わかりました。それではもう一度ここでコマーシャルご覧いただきたいと思います。残り時間もちょっと少なくなってきたんですけども、渡嘉敷さん、今日の試合を振り返ってどういうような感想を？そうですね、まあ、思った通りの攻防戦になりましたね。チャンピオンがなんていうんですか、もう今までの出来以上の完璧な仕上がりできて、で挑戦者が、勇気を持って頑張って攻めたという感じですね。なるほどね。見てる皆様はすごく感動したと思います。はい、鬼塚さん、はい、今日のまあ、試合を振り返ってですね、はい、まあ、感想を聞かせてください。そうですね、もう僕らに何か言えることはないです。もうただただ拍手の、もう本当に両選手すごい試合で戦ったと思うんでね、もうすごい試合を見せてもらっただけ、もう僕らは感謝だけしかないです。はい、なるほどね。最後にですね、チャンピオン、これからの、まあ、抱負、まあ、リング上でも話が出てましたけども、また日本人との対戦ということも噂されてますが、これからの抱負を最後聞かせてください。Потому что я еще говорил на ринге, что я буду боксировать, буду радовать своими победами болельщиков. Пусть болеют, переживают, я буду радовать своими успехами. リング上で申し上げましたけど、ファンの皆さんに喜んでいただけるように、私も全力を尽くして戦いますし、これからもずっと勝ち続けていくと、それが私のファンに対する御礼だと思います。はい、どうもありがとうございました。これからも防衛記録を伸ばしてください。どうもありがとうございました。スパシーバー、ユーラさん。残り時間も少なくなってまいりました。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、チャンピオンのユーリ・アルバチャコフ選手が9ラウンド TKO でチャレンジャーの戸口貴人選手を破りました。本当に素晴らしい、まあ、フライ級の中での歴史に残るような一戦と言ってもいいかもしれません。そうですね。解説は元 WBA 世界ジュニアフライ級チャンピオンの渡嘉敷克夫さん、そして WBA 世界ジュニアバンタム級チャンピオンの鬼塚克也さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この番組は髪をトータルに考え、フリーダイヤルでベストアドバイスをするアデランス、ソフト QQ、日本ヒューレットパッカードと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。